デニス・マトビエンコデニス・マトビエンコは、ウクライナ出身のバレエダンサーである。ウクライナ国立ケーバレエ学校でバレエを始め、1997年に、ウクライナ国立ケーバレエ団に、ソリストとして入団した。キエフバレエ団のほかマリーンスキーバレエ団、ミハイロフスキー劇場バレエ団でもソリスト及び、プリンシパルとして活躍し、 2011年から2013年には、キエフバレエ団の芸術監督を務めた。ボリショイバレエ団、ミラノスカラザバレエ団、パリオペラザバレエ団、新国立劇場バレエ団など世界各国のバレエ団でもゲストソリストとして出演した。妻のアナスタシア・マトビエンコも、同じく、バレエダンサーである。ウクライナ、ドニプロペトローシクの生まれ、4歳上の姉との2人指定で、 祖父母及び両親は民族舞踊のダンサーであった。父は民族舞踊からモダンダンスの振付に転向した経歴を持ち、母はマトビエンコの出産を機に民族舞踊ダンサーのキャリアを終えたという、父の仕事の関係で出生後すぐにヤルタに転居した。10歳までヤルタで暮らし、父がキエフミュージックホールの主任振付への地位を得たためにキエフに移住した。 キエフに移住して半年後の1989年にキエフバレエ学校に入学してバレエを学ぶことになった。マトビエンコ自身によればバレエ学校入学は両親の意向であったといい、すぐに観客の前で踊れるものと思っていたところにバーレッスンなどの地道な訓練が続いたため最初の4年間は非常に退屈なものであった。そのため一時は落第しかかったほどであり、 学校から追い出されそうな事態にまで陥っていた。バレエ学校の5年目になって、担任教師が交代した。新たに担任となった、バルセイコフは、まず生徒たちにバレエを愛する心を育てることから、取り組んだ。マトビエンコもバレエを愛するようになり、アーララゴダなど他の教師からも注目される存在に、成長して、朝9時から夜の10時までバレエの練習に熱中した。 卒業の2年前に、ラゴダはマトビエンコに、劇場で踊ってみないかと提案し、マトビエンコもそれを受け入れた。バレエ学校の最終学年になった頃から、キエフバレエ団で働き始め、ほとんど学校には通わず、レパートリーの練習やコンクールの準備などで劇場で、過ごしていた。最終学年在学中に、キエフバレエ団の、眠れる森の美女公演でのデジレオ字役でデビューを、 はたし、ドイツ、オーストリア、フランスの公演でも、キエフバレエ団のプリマたちと踊っていた。バレエ学校卒業後の1997年、キエフバレエ団に、ソリストとして入団した。入団後は、同バレエ団の人気バレリーナ、エレーナ・フィリピエワとパートナーシップを組んで様々な演目で、主役級の役柄を踊るようになった。キエフバレエ団には2001年まで在籍し、 同年にマリーンスキーバレエ団にソリストとして移籍した。この移籍はファルフルジマートフの誘いから進んだ話であった。当時のキエフバレエ団は閉鎖的なところがあって演目の衣装や演出などの新しい工夫が極端に少なく、それが一因となってアレクセイラ・ラトマンスキーやイリーナ・ドボロベンコ、アリーナ・コジョカルなどの人気ダンサーが他のバレエ団に移籍する事態が起こっていた。 マトビエンコも同様に行き詰まりを感じ、もっと成長したいと望んでいることをたまたまトランジットでキエフに滞在中だったルジマートフに相談したところ、ルジマートフはマリーンスキーバレー団への移籍を提案した。2週間後にマトビエンコはルジマートフに同行してサンクトペテルブルクに行き、マリーンスキーバレー団に入団することになった。マトビエンコは長身で スタイルがよく古典バレエのダンスウルノーブルにふさわしい、要望に恵まれたダンサーで、回転技などの技術は正確で巧みであり、しかもパートナーのサポートにも優れていた。ただし、跳躍に関する限りは、ダイナミックさに乏しい点を指摘されていた。この難点については、マリーンスキーバレエ団で、ゲンナジーセルツキーの指導を受けて、大きな跳躍が可能となり、ダンサーとしての進歩となった。 マリンスキーバレエ団では他にもレジェプムイラとアブディエフなどの優秀な指導者との出会いがあり、これは後にマトビエンコがキエフバレエ団の芸術監督に就任するにあたって大きな助けとなった。マリンスキーバレエ団在籍中からマトビエンコには世界各国のバレエ団から出演オファーがあった。2002年に新国立劇場バレエ団のゲストソリストとしても契約した。 新国立劇場バレエ団では、ピョートルチャイコフスキーの三大バレエの他に、マノン、ロメオとジュリエット、ラバー・ヤデル、マキア・サミの椿姫などに主演した。デパートリーは、古典バレエの王子役だけではなく、ジェローム・ロビンズ、ジョージ・バランシンなどのモダン作品もこなし、ルミキャラクテール的な要素を持つ、三重子のダルタニアン、ドン・キホーテのバジルなどの喜劇的な役柄でも好評を、博した。 なお、2004年には日本の文化庁から平成16年の文化交流誌に指名されている。マトビエンコ自身には一つのバレエ団に所属するよりフリーな立場で踊っていきたいという思いがあって、それがマリーンスキーバレエ団を離れる原因の一つになった。加えて世界各国での出演で得た人脈はマトビエンコにとって重要なものであり、彼自身も 人との出会いには恵まれてきたと思いますが、だけど、やはり運だけではない。自分自身がそれを強く望み、そのために努力したからこそ、運も巡ってきたのだと思いますと実感していた。2003年にキエフバレエ団にプリンシパルとして復帰し、2007年まで在籍したがキエフではそれほど踊らずに、世界各国での出演を続けた。新国立劇場バレエ団以外では、ボリショイバレエ団、 ミラノスカラザバレエ団及びパリオペラザバレエ団などにゲストソリストとして出演している。2007年にミハイロフスキー劇場バレエ団にプリンシパルとして移籍し、2009年までその地位を務めた。2009年にはマリーンスキーバレエ団のプリンシパルとなった。2011年から2013年は現役ダンサーとして舞台に立ちながら、キエフバレエ団の芸術監督を兼任した。 これは、ウクライナの文化大臣からのオファーを受けて就任したものだったが、マトビエンコ自身はこの立場で、キエフバレエ団に戻ることは、思いもよらなかったという。マトビエンコが就任後に気づいたのは、およそ10年の間バレエ団とバレエ学校の相互協力が成り立っていないということであり、そのために入団してきた生徒たちは舞台に立つ準備や、舞台人としての心がけ、劇場における、 生活のリズムなどが全くできていないという欠点であった。監督就任後の1年間はバレエ学校との連携を密接にして生徒たちが出演できる演目を増やし舞台での経験を積ませることを心がけた。さらに今まで共に仕事をした世界各国のバレエ団の良い点を積極的に取り入れようと試み、マリーンスキーバレエ団からアブディエフなど優秀な指導者を招聘したり、 スロベニアの振付やエドワルド・クルーグがレディオヘッドの音楽に振り付けた現代作品をレパートリーに加えたりするなどの新基軸を打ち出した。バレエ団のレベルアップを目標として精力的に改革に乗り出したマトビエンコであったが劇場の総裁は契約更新を拒否して書類にサインしなかった。劇場側はマトビエンコが新作を上演しないことを拒否の理由に挙げていたが、 実際には、エドワルド・クルーグの振付作品以外にも、ラバヤデールをバレエ団のレパートリーに加えていた。なお、マトビエンコの後任には、振付家の兄コレイビア・シビリが就任した。キエフバレエ団の芸術監督退任後は、ダンサーとして引き続き舞台に立つとともに、自らの企画による現代バレエの制作及び、チャリティ公演のプロデュースを手がけている。チャリティ公演には、 マリンスキーバレエ団やミハイロフスキー劇場バレエ団のダンサーも出演し、その収益は障害を抱えた恵まれない子供たちに贈られる。バレエコンクールでの受賞歴は多く、主なものでは第2回セルジュリファール国際バレエコンクール第2位、第4回ルクセンブルク国際バレエコンクールグランプリ、第3回ヌレーフ国際バレエコンクールグランプリ、 第3回名古屋国際バレエコンクール第1位、ニジンスキー賞受賞、第10回モスクワ国際バレエコンクールグランプリなどが挙げられる。マトビエンコは2016年6月に契約満了となるイーゴリゼレンスキーの公認として、ノボシビルスク国立オペラ劇場バレエ団の芸術監督に就任予定と報じられた。妻のアナスタシア・マトビエンコもバレエダンサーであり、 たびたび舞台で共演している。アナスタシアはセバストポリの生まれで結婚前の生はチェルネンコであった。アナスタシアによれば二人の出会いはキエフバレー学校時代に遡るという。アナスタシアがバレー学校に入学したのと入れ違いにマトビエンコは学校を卒業していた。卒業公演を見たアナスタシアはすぐにマトビエンコのファンとなった。2001年に バレエ学校を卒業したアナスタシアは、キエフバレエ団に入団して、その6ヶ月後にソリストに昇格した。マトビエンコがアナスタシアの存在に注目したのは、2002年のことで、あった。同年に、キエフで開催された、セルジュリファール国際バレエコンクールで、マトビエンコは、アナスタシアの踊りに目を留めて、あの子なんていう名前と質問し、 それから彼女のことがずっと気にかかっていた。翌年新国立劇場バレエ団からラッシュルフィード主演のオファーを受けたマトビエンコは相手役として将来有望な若手バレリーナを連れてきてほしいと依頼されたためアナスタシアを選んだ。二人は日本でリハーサルを続けるうちに親密になっていった。マトビエンコが結婚しようかと言ったところアナスタシアは冗談かと思ってすぐには 返事をせず、2週間後に、ようやく承諾したという。二人は、キエフに帰ってから結婚した。アナスタシアは、キエフバレエ団の他に、ミハイロフスキー劇場バレエ団や、マリーンスキーバレエ団に在籍し、マリーンスキーバレエ団では2009年からソリストを務めている。2004年の第21回バルナ、国際バレエコンクールでは、夫妻で出場して、ベストカップル奨励賞を受賞した。 その他のコンクールにおいて、アナスタシアの主な受賞歴としては、セルジュリファール国際バレエコンクール銀メダル、モスクワ国際バレエコンクールシニア女性、バドドゥブモン金賞などがある。ゲンナジー・セリツキーは、ファルフルジマートフやイーゴにゼレンスキーを指導したことで、知られる名教師である、ドミキャラクター。古典バレエの典型的な男性主役を主に演じる、ダンスウル・ノーブルに対して、 マイムの多い演技派の役柄や民族舞踊を踊るダンサーをキャラクテールと呼ぶ。トゥミキャラテールはキャラクテールに近い役柄を踊るダンサーのことを指す。ありがとうございます。